サーキットを走るために徹底的にいろんな箇所が煮詰めて作ってあるんですけれど、結構驚くのはまずこのドライバーズポジションなんですけど、普通のロードカーよりもこう中央寄りにオフセットしてドライバーシートが設置されています。それに伴ってステアリングセンターがね、本当にドライバーの中心にちゃんと来てくれていて、 ABC ペダルもストリートカーだと少し中央寄りだなって感じるんですけど、この車に関してはまっすぐ足を下ろしたところにアクセルブレーキクラッチがあるので、ね、素晴らしいポジションが実現されています。なので、ね、こういうところも本当ただ内装を外ってロールゲージをつけただけじゃないっていうね、ちゃんとドライバーが速く走ることを実現できるようにきちんと確保を詰めて作ってあることが分かりますよね。映像でも分かっていただけると思うんですけど、このね天井からの差がねこんなにあるんですよ。これはおそらくスタンダードなアバルト695や595のシートポジションから比べて、ちょっと正確に測ってないんで分かんないですけど、10センチ以上はね低い位置にドライバーの目線が来ていると思います。決してね不快な突き上げ感とかうわーっていうね乗ってられないほどひどい乗り心地ではないんですよね。この辺りがねやっぱりシャシーが本当にしっかりしていると足回りもきちんと動いてくれてるので、ね、そんなところもありますし、あと車重がロードカーが上がるのと比べて200キロ近くライトウェイトなんで、それもあってね、スプリングレートももちろん強化されているとはいえ、意外とレートの低いものが装着されていると思います。そうでないとね、もうストリートの小さなネジ段差をね、常に拾ってコツ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 こう、ゆっくり走ってたら前がね、見づらくなるぐらい振動が体に伝わってくるんですけれど、そういったところは全くないですね。なんでまあもちろんね、内装がほぼ全て省かれているので、外からの音、エンジンの音、内装その音、それからタイヤが小石を跳ねる音まで全部耳に入ってきますけど、でもそんなね騒音がしんどいなっていう以外まあ、全然快適に走ることができてますね。だからこんなね乗りやすさを兼ね備えてるっていうのはちょっとこの外観からはね想像できないですよね。で、操作系もねパワーステアリングなんかはとっても軽いし、ギアもスッてねものすごくこうショートストロークで手首をガッグって返すだけでね、シフトミスもなくきちっと入ってくれるんですね。でクラッチもね踏み下ろすタイプですから、全然足の重さを利用してあげたらまあ重たいとはしんどいなっていう部類ではないですね。でミートポイントもねすごく自然な場所にあって、でクラッチのまあ、素材自体はねメタル使ってるはずなんですけれど、でも邪弾もなく使いやすいと思います。これだったらね
らせたらめっちゃ楽しい車だなって想像はできます。でもね、やっぱりストリートでやりすぎちゃうんですよね、どうしても楽しすぎるとね。だからこの車の本領を発揮するのはやはりサーキットというステージになると思います。ですからこれだけ乗りやすいんでね、もう本当にあの自宅のガレージから自走でサーキットに行って、でスポーツ走行を楽しんだ後また自宅までね持って帰れる、そういった使い方が、まあ、本当に実際にできる、実現できているっていう、そういう一台になっていると思います。ある意味ね、走りを楽しみたい方には理想の一台かもしれないですね。で操作をしてあげながら運転するっていうね、このスポーツドライビングっていう世界は EV ではちょっと叶えるのは難しいのかなって思います。絶対的な速さで言えばね、もちろん